はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は、郷田九段対佐々木七段の NHK 杯戦のハイライトやらせていただきます。先手が郷田九段、後手が佐々木七段で、矢倉対急戦調の戦いとなりました。まあ、先手の郷田九段が矢倉に組んでいくんですが、勇気七段は7三桂と早めに跳ねて、まあ、急戦調の指し方ですね。で3六歩に8五歩とつきまして、3七銀とやった瞬間に勇気七段6五桂と跳ねていきました。で6六銀に8六歩同歩同飛車8七歩に7六飛車とここまでスラスラと進んでいきました。で4六銀に8六歩と再び合わせていきます。まあ、一歩食い逃げしようという手ですね。まあ、例えばここから先手が何もしないでいると、7八飛車成と切って同飛車に8七歩成と、この飛車角両取りをかけようとこういう狙いがあるので、まあ、先手は同歩と取るしかないんですが、そこで同飛車で一歩食い逃げにして形勢はともかく後手が気持ちのいい展開となっていきました。ただまあ AI で見ると形勢はほとんど互角という形になっております。先手プラス30点ぐらい、まあ、全くの互角ですね。で郷田九段は3五歩とついていきました。まあ、後手がちょっと飛車の動きで手損しているので、まあ、それをついて攻めていこうということですね。で、佐々木七段は8六歩と反撃を入れていきます。以下同歩に8七歩と鋭く打ち込んでいきました。角を引けば8六飛車という手があるので、まあ、同金と取るしかないんですが、そこで8五歩がうまい手で部分的に技がかかりました。仮にこれ同歩ですと一回同飛車の前に5七桂成と成り捨てる手が好手で、同銀に8五飛車と取って8七の金と3五の銀の両取りで後手が優勢となります。ということでちょっとこれ同歩とは取れないというわけですね。で郷田九段が実戦は6五銀と桂馬をもぎ取っていったんですが、まあ、これがあまり良くなかったようで一気に佐々木勇気七段の方に形勢が傾いていきました。まあ、パーセンテージで言うともう一気にこれで 70% ぐらい後手が有利、点数で言うと700点から800点といったところですね。でここで最善は7六金と上がる手で、これなら、まあ、全くの互角の局面が続いていたようです。まあ、一例として8六歩と取り込むんですが、そこで歩がたくさんありますので1四歩の受けが効きます。で同飛車に8五歩と打ちます。でここでまあ8七歩成と踏み込んで飛車角交換上等で攻めてくる手もありますし、また、まあ、8二飛車8一飛車いろんな手があるんですが、飛車を引く手に対しては8六金と手本に歩を取っておけば、これは局面の均衡が保たれていて、まあ、先手からも2四歩の攻めがいつでもありますので、ほとんど互角の進行となっていきます。またここでですね、8四歩に対して8四歩同飛車8五歩に8七歩成8四歩8八とが一番激しい進行で、おそらく郷田九段としてもちょっと意欲でこの進行に自信が持てなかったという可能性は高いんですが、一例として8三歩成6六角同金5七桂成と激しく進行しても4六銀と一回成桂にプレッシャーかけまして4七成桂に8一飛車と攻め合っておけば、次の7二とが非常に厳しく、7一金と言っても9一飛車成でやはり次の7二とが厳しく残りますので、これはほとんど互角の展開だったようです。ただ互角って言っても先手玉かなり危ないので、こうした事情があってちょっと郷田九段もこの変化見送ったのかなと推測しております。ということで実戦はちょっと今の変化に自信が持てないということで、ここで6五銀と指したんですが、冷静に同歩と取って次に8六歩が残ったのが厳しかったです。以下2二角成同銀5五角と反撃をしていくんですが、そこで勇気七段の6六歩が絶品の一着となりました。これでちょっと先手痺れてますね。素晴らしい一着でした。まあ、同角と取っちゃうと角が攻めに効けませんし、同歩と取るとちょっとこの6七地点に穴を開けられてしまうのが非常に痛いというわけですね。まあ、将来的に6七角と打つスペースなどができてしまって非常に辛いということで、実戦は9一角成と6七歩成を受けずに指していきました。で6七歩成の瞬間に6三歩と一発打つのが先手の狙い筋でございます。
同飛車なら6四香車などがありますので、同銀と取るんですが、まあ、将来的に9五桂の筋が生じました。例えばここから後手が何もしないでいると、まあ、9五桂、8四飛車、7三馬と王手飛車取りをかけちゃおうと、そういった狙いがあります。また6三歩同銀に9五桂と打つ手に対しては、8四飛車と逃げてくれれば7三馬と引く手が、飛車と銀と王様、王手飛車取りかつ銀取りにもなっていて、これは先手が優勢になるんですが、この瞬間に8二角と打つ手がありまして、これで例えば同馬同飛車7三角ですと、まあ、6二飛車と逃げられてそんなに大した手にはならないという状況になります。またこれに対して8三桂成は2八角成同馬に7八飛車と打たれまして、逆に今度詰めろ馬取りで返されるという状況ですね。一例として5八香には6九銀と絡む手があって、取れば6八とで7三馬なら6二歩と受けられて、ちょっとこの5八との詰めろが受けづらい状況で、これも後手が優勢と、そういう形になっていきます。すぐやるのはちょっとと金が怖すぎるということで、1回4八玉と王様を安定させにかかるんですが、まあ、そこで1回4八玉と王様を安定させにかかるんですが、まあ、そこで5四角と打ったのがうまい手でした。これで6三の銀にも紐がついておりまして、8七の金取りかつ、2七の飛車取りとなっております。先手は、まあ、8七の金より2七銀と打たれて飛車を取られる方が厳しいということで、2六飛車とかわしていくんですが、そこで金を取らず5二銀が渋い手でした。これで9五桂からの筋を消しているという状況ですね。この5二銀に対して9五桂と打つ手は5四角の利きで8一飛車と引く手がぴったりとなりまして、まあ、この場合はちょっと馬より、飛車の方がまあ価値が低いということで、この交換になると先手が損してしまうという形になります。ということで実戦は郷田九段9五桂を見送って8八金と引きました。そして3四歩と佐々木七段ここから攻めていきます。これもうまい手ですね。で実戦は同銀と取りました。結果的には4六銀の方がまだわずかに粘りは効いたようなんですが、まあ、ただこれもちょっと仕方ない部分はあると思います。で同銀に対して3五銀と打っていったのが局面の急所を捉えた攻守でした。が5六飛車と逃がして3三銀と、壁銀を解消しつつ遊んでいた銀を、ぶつけていくというのが攻守で、先手玉は銀を渡すと非常に危ない格好になってしまいます。ただそうは言っても銀の逃げ場所がありませんので、仕方なく同銀成と交換に応じまして、まあ、同桂と取って次の4五桂も見せて後手が絶好調の展開となります。ほっといて4五桂を食らってしまうと受からないということで、郷田九段は6八歩と打ってと金の位置を変えにかかりました。で佐々木七段はと金取りを受けずに4五角とふわっと上がります。これも非常にうまい手で、仮に6七歩なら5六角同歩6八飛車の王手金取りをかけて勝勢という形になります。このあたりの佐々木七段ほとんど最善手、絶品の指し回しが続いておりました。で郷田九段は仕方なく7六飛車とかわすんですが、冷静に6八と取って次の6七角成が非常に厳しく残りました。以下3四歩と桂取りに打っていくんですが、6七角成と狙い通り馬を作りまして、7七飛車と馬取りに当てて逃げた手に対して4五桂と、完璧なさばきが、ピタッと決まっていきます。4五桂でほぼ勝負ありといったところですね。例えば4五桂に対して何もしないでいると、まあ、5七桂成と成り込む手が厳しくなります。で王様をかわすと4九馬と金を取って同玉に4八金まで詰ましちゃおうと、こういう狙いでございます。まあ、これがあるので郷田九段も4六銀と一回5七桂成から4九馬を消して受けに回るんですが、そこでズバッと4九馬と取ったのが決め手で、同玉に2七銀まで郷田九段投了となりました。まあ、ほっとけば3八金の詰めろになっておりますし、まあ、3八香と受ける手に対してはここに銀が落ちているので4六銀と取る手があります。4六銀に
単に同馬は5八金と打って3九玉4八銀まで詰みです。また一回1五角と王手をかけて4一玉に4六馬というのが一番粘れそうなんですが、これも5八銀と打ってそのまま詰みでございます。3九玉は4九金、4八玉も4九金まで詰みというわけですね。ということで一局を通して佐々木勇気七段が積極的に横歩を取って、その後は郷田九段にも頑張る順はあったんですが、そのワンチャンスを逃し佐々木七段が完璧な手順で決め切るという、佐々木七段の快勝譜になりました。本当に粘り強い郷田九段に全く力を出させず、ほとんど最善の手で、差し切った佐々木七段の快勝譜だったと思います。これで佐々木七段はベスト8に進出。次は佐藤康光九段対永瀬拓矢王座戦の勝者と対戦ということになります。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。